吉四十六は、大分県中南部で伝承されている民話の主人公、トンチ話で知られる。江戸時代初期の文語国のツインの庄屋であった、初代、広田吉右衛門がモデルとされる。小中、吉四十六広田吉右衛門は、苗字縦脇を許された地方の庄屋であった。吉四十六と吉右衛門のつながりを示す資料はなく、また、 広田吉右衛門の名は7代にわたって代々受け継がれたため、どの代の吉右衛門がモデルであったのかは定かではないが、吉46は屋の津地区にある初代吉右衛門の墓の調査から、初代広田吉右衛門聖徳5年12月27日がモデルであるとみなされている。吉ッという名は吉右衛門が文語弁によって転化したものである。また、中津市等の県北には、 トンチ者の基地後の話が伝わるが、彼も基地46と同系統または同一人物とされる場合がある。基地46は、一級、彦一と並び著名なトンチ者であり、寺村てるおほか、児童文学、国語化教科書などにも題材として取り上げられていたこともあって知名度は高い。地元の多い他県では、焼酎の銘柄や基地46付など、 その名を冠した商品も多数発売されている。また、九州旅客鉄道を置いた支社にはかつて、基地46の名称を持った、ジョイフルトレインがあった。基地46にまつわるトンチ話を基地46話と言うが、これは一種の民話であり、広田基地絵門の伝記とは別物である。実際、基地46話とは、明治時代以降に、 大分県中南部の伝承を集めて編纂したもので、話数は200数十に及ぶが、編纂の過程で、脚色や創作が加えられている。例えば、吉四46の嫁のおへまは、宮本清の創作である。その他、落語の演目や立地方の伝承をそのまま郷土の伝承に置き換えたものも少なくない。吉四46話が初めて活字化されたのは、 明治30年代に新聞に連載された吉江門譚であった。その後、1925年から宮本清史によって大分県の地方誌、大分民有新聞で連載され、1927年に文語の基人吉4600話として単行本化されたことから大分県内で広く知られるようになった。この時に収録されたのは100話であったが、1934年、 1939年には、文語の基人基地463物語。1950年には、文語の基人基地463物語。1974年には、基地46話として徐々に増補され、収録話数は232まで増えている。2006年には、収録話数を108に厳選した改版が、刊行された。一方、大分県外では、 1926年に柳田国夫が主催して東京で吉祥無研究会が発足している。1977年度からは三村図書版の国語科教科書にも採用されている。説話の数は、e ゆうに200を超えるが、その中でも代表的なものを取り上げた。他地域のトンチ者のエピソードと内容が重なるものも多い。また、 子供向けには適さない色話も存在するほか、失敗眼や怪奇話など、バリエーションも豊富だが、児童文学で取り上げられることは、極めて少ない。ほか、なお、以上の説話の多くは、宮本清志町、基地46話に収載されている。1973年に、大分県民オペラが基地46商店として、オペラ化して、大分県内で上演。後に、 九州を中心に全国各地で上演され、さらにテレビで全国放送も行われた。主演の基地46を大分県出身の立川隅人が演じた。大分県民オペラ協会はこのオペラの上演等の活動により、1979年にサントリー地域文化賞を受賞している。ありがとうございます。